ショールームやるの久しぶりかも。そんなことないか、1週間ぐらいやってなかった気がする。ちょっとさ、忙しくて。あ、ランさんハートありがとう。お見送りって何？え、それな、お見送り会、お見送り会なんつうものがあるらしい。おしごこゆゆ、お見送りする、お見送り会どういう感じなんだろう。普通に帰るところをバイバイってするのかな。いやでもその前にね、普通に舞台があるからさ、頑張るんば。もうあとさ10日ぐらいなんでしょ。やばすぎる、やばすぎる、衝撃の事実。やばいよ、あと10日、うん、14からでしょ、今日5日とかでしょ。やばっ、やばすぎ。そんなことある？皆様いかがお過ごしですか？あ、そうだ、対面のお話し会も決まったみたい。決まったみたいですね。イベントがいっぱいだぜ。あ、カジーさんハートありがとう。こんばんは。対面のお話し会は確か明日から応募があった気がする。そんなことなかった？そんなような気がする。明日になったらちゃんと告知ツイートをしないと。私何をツイートしたらいいか分かんない。なんか告知ボットになっていくんだよね。おお、なんか太陽が差してる。あ、ざわちゃんすごい眩しい、ありがとう。当たりますように。当たるよ、当たるでしょ。最初の申し込みは当たる、当たるよ。こんばんは、こんばんは。さっきからね、なんか左目になんかが絶対いいんだよ。なんか左目になんか異物感が痛いよ。お話し会って何をお話ししたらいいのかな。なんだろう、いろいろ。なんかだいたい皆から話してくれることも多いけど、私が勝手に話すこともある。でも来てくれる、でも確かに初めて来てくれるとかなったら緊張するね。なんか行くお話し会の日の前とかに なんか今度行くねみたいに送ってくれたら、ツイッターわかるよとかできるかも。嬉しい、来てほしいな。待ってルンバ、ルンバ、ルンバ。わ、ハチビーさんすごい、何これ、アジサイだ。なんでこれ、アジサイって6月だから、すごい季節だね、ありがとう。
あ、名前さんも、何これかわいいお花、お花ありがとう、こんばんは。次こそ対面絶対参加ね、来てね対面行くからね、当たった前提、え、絶対当たるから大丈夫だよ、大丈夫だよ来てね。有明なんとか、有明なんとかって有明でいいの？有明はあの有明ですか？なんか読み方が難しくて読めない、なんか有明なんか字なんかなんとかかんとかみたいな読めなかった。あ、坊さん、くまさん、ありがとう、くまくま、ありがとう、くまかわいい、くま対面絶対行きます。え、待ってるよ。でもさ、言うてさ、まだ先だよね。だってさ、9月とか10月だよ。葵ちゃん、何かな、こういう絵文字がついて、9月10月だよ。なんかすごい先な気がするけどさ、時間というのはあっという間ですからね。多分気づいたらもう終わってるからね。恐ろしい、恐ろしいよ。あ、いろはちゃん、かわいい、ありがとう、わーい。あ、江戸っ子のかずちゃんもかわいい、ありがとう、かわいい、やった。下手したら1枚握りしめていくことになるのなんか、なんか悲しい。なんか1枚、その何秒かわかんないけど、1枚の時間のために会いに来てくれ、そんな、そんなの、そんなのちょっと、いや、そんなのなんか切ない。ちょっと、まあ会いに来てくれるの嬉しいけど、そんなね、いや大丈夫だよ、当たる、当たるよ。そんな、葵ちゃんってサークルツイート見れるのかな。見れるよ、見れる見れる。でもまあ私が勝手に見に行く時もあるけど、メンションしてくれないとあんま見ないかもしれない。メンションしてくれたら通知のところに来るから絶対見れるけど、メンションしないサークルツイートだと、わかんない、私が勝手に見に行ったら見れるかもしれないけど、見れない時もあると思う。見るの、うん、見逃しちゃう時の方が多いと思う。勝手に見に行くことあるよあるよ。あ、上太郎さん、何これ、雫、あ、6月雨ってこと、わー、ありがとう、こんばんは、こんばんは。お、また雨が、あ、いただきます。あ、梅太郎さん、またありがとう、ぴょーい、出すん、ぴょーい、出すん。舞台2回見に行くんだけど、みこおくおびおぶお見送り会両方で、本当嬉しい、やった。え、でもさ、どう、なんかさ、終わった後ってことでしょ。なんかやばいよ、汗だくな気がする。私ごめんね、ちょっとなんか変な匂いとかしちゃったらごめんなさい。あ、そんな匂いが分かるほど近くまではいかないのかな。ちょっと私も全然どういう感じか全然わかんないから、ちょっと想像つかないけど、ごめんなさい、汗の匂いがしてしまったらだってしょうがないじゃん、舞台やってライブやって汗だらだらだぜ。3回行くけど、お見送り会、葵ちゃん最終日だけだった、はあ、ビーン。でも最終日会えるからね、最終日会えるから、コビーン、カビーナ、私に会いに来てくれる、3回来てくれる、ありがとうね、うん、楽しみ。
あ、しーちゃん、アジサイありがとう。あつい、膝の裏からね、汗が止まんないんだよね。膝の裏から汗が止まらない。あ、しんちゃん、アジサイいっぱいありがとう、かわいいアジサイ。ピューン、こんばんは。私ね、あのさっきね、すごい美味しいオムライスを食べた。美味しくて感動しちゃった。生きててよかった、生きててよかった、生きてて美味しいオムライスを食べられてよかった。こんばんは、つあみかわいい。そう、ぴょいーん、ばあ、ごめんね、くまたん、ちょっとくまたんにかかっちゃった。よしよしよし、何気に初舞台鑑賞で楽しみ。え、私もね、舞台ってあんま見たことないかも。え、楽しいと思う、見るも。楽しみにしててくれよな。あ、マサさん、アジサイいっぱいありがとう、かわいいアジサイ。どんなオムライスやったん？え、なんかめっちゃとにかく美味しくて、でもね、なんかお弁当の箱だったんだけど、まあ、左の方にオムライスがあって、なんか右の方にね、いろいろなんかお野菜みたいな、いろいろなんかちょい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 みたいな感じで、いろんな種類のサラダみたいなのが入ってたんだけど、そっちも美味しかった。オムライスはね、私はケチャップライスが好きなんだけど、でもね、今日食べたやつはなんかバターライスみたいなやつだった。ケチャップじゃなかったけど、めっちゃ美味しかった。美味しい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 。あ、まことさん、雨だ、ありがとう。お、また雨が降ってきた。あ、フジヤンさん、ありがとう、雨、こんばんは。話だけでも美味しそう。そうなんだよ、マジで美味しかった、本当に美味しかった。やっぱさ、美味しいものを食べるのってさ、なんか一番幸せなんだよね。やっぱさ、美味しいものをさ食べた時がさ、なんか一番、あ、なんか生きててよかったって思わない？こんな美味しいものを食べられて私幸せっていうね気持ちになる。だからね、いいんだ。しんちゃん、欲しい、ありがとう、キラキラ。いや、なんかさ、たまにさ、なんか食の楽しみは一瞬だから、なんか我慢するのだみたいなさ、あるじゃん。そんなことない。食の楽しみっていうのはね、生きている限り一生続くんだよ。一瞬なんかではない、一生続く、一生。もうご飯が食べられなくなるその時までね、食の楽しみっていうのはね、続くから。やっぱ美味しいご飯をさ、命が尽きるその瞬間までさ、美味しいものをいろいろね、世界中の美味しいものを食べたいよ。葵ちゃん好きになってからオムライスに興味が湧くようになりました。本当？じゃあ私主催のオムライスデートに連れてってあげるね。私本当にオムライスの美味しいお店を調べまくって、
あの行ったところもあるけど、なんかまだ行けてない、行ってみたい、美味しそうなところがいっぱいあるんだよ。全部行くまで私は死ぬことができません。しおちゃんかわいい、ありがとう。はーい、しげしげさん結婚して本気で言ってるんですか。本気で言ってるなら考えます、ありがとう。くーまくーま、三つ編み取った後癖つかない、えつきまくりですよ。でもね、取ったらすぐお風呂入るからね。なんかお風呂っていうのは全てをリセットするからね。赤レンガ倉庫のオムライスめっちゃ美味しかった。え待って、行きたい。えちょっと調べてみよう。え行きたい行きたい行きたい。くーまくーま、見るものを見送り、葵ちゃんだった、生きれる。えやった、会えるんば。えなんかさ、あお見送りってさ、なんかあれなのかな、ガビンの格好でするのかな。えガビンでみんなにお見送りしたいよね。ガビンかわいい。地元に有名で美味しいオムライスあるから食べてほしいならだけど、え行きたい。そうなんかさ、調べてるとさ、まあもちろんその都内のお店もいっぱい出てくるけどさ、なんか九州とかさ、なんか結構もう遠いけどすっごい美味しそうなところとかさ、いっぱい出てきてさ、学生だから金欠すぎてグッズ買うのめっちゃ悩む。え、わかる。私もさ、あの私ラスト JK、 あのみんな知ってましたか、私はラスト JK なんだけど。えラスト JK、 私この間中学1年生になったのに、本当にだよ、本当に昨日ぐらいに中1になったんだよ、本当に。だって私中学の入学式のことを昨日のように思い出せるもん。それはいいんだけど、中学、この間中学入ったのにもう高3なの、そんなことある、ひどいひどいよひどいよ。あエリちゃん星ありがとう、キラキラありがとう。ガチで昨日かもしれない。いやその可能性あるよ、結構その可能性あるぜ。え何これかわいい、何これ、なんかクマが太陽、えかわいい、あ梅太郎さんだ、いいありがとう。えかわいい、なにこれ、か初めて見た、これ期間限定のクマさんタワー、舞台頑張れた、えありがとう、頑張る。ガビンアオさん見に来てね、ありがとう。いや梅太郎さんにさ応援してもらえると、なんかあ大丈夫だなってなる頑張れる、ありがとう。稽古ももうそろそろ残り少なくなってきたけど、頑張ってもっともっと良くなるように頑張るね。ありがとうくまさん、ありがとうくま、くまくま楽しみにしててね、ありがとうくま、かわいい、うれぴーね、私も楽しみ。でもさ、なんか今さ レッスンっていうかお稽古でさ、なんかお稽古の場所でやるのとさ、その舞台に立ってみんなが見に来てくれて、みんなが目の前にいっぱいバーっていてなんかやるのだったらもう全然違うよね。もう大丈夫かな私本当に。ガビン、でも会いに来てくれる方がいるし、
頑張るね。ガビン、ガビンかわいい。そうそう、グッズはね、そうなんだよ、マジでわかる。私もそう、ラスト JK なんで、あのお小遣い、今はさ、あのなんとかね、あの お給料をいただいてあのそちらのお給料で、あのいろんなお洋服やら、あの化粧品やらを買わせてもらってますが、いやマジでさ、これこの活動を始めるまではマジで普通の、普通に高校生やってたんで、バイトね禁止なのかな、禁止、いや禁止とは言わないけど、でバイトなんてやってる子がさ本当周りにいなくて、だからバイトもしたことないんだけど、あおさんお小遣い制だよ、お小遣い制だからさ、ほんとその月に両親がくれるお小遣いで毎月なんとかやってたからさ、ちょっと具体的な金額は出せませんけど、その中からさ、そのお給料のさ、お給料じゃない、お小遣いのお小遣いの中からさ、もうグッズってさ、だいたい1000円以上するじゃん、絶対1000円以上する上にさ、あの送料がさ、するからさ、もうそれだけでなんかさ、もう大打撃じゃん、もう1個なんか買うだけで大打撃なのよ。だからでもさ、やっぱ欲しいから、欲しい、あ生写真が、あ欲しい、あでもお金がみたいな感じでさ、マジでね、辛い、戦ってた。送料ね、送料やばいよね、送料きつい。でもさ、やっぱ運んでくれる人がいないとさ、うちに届かないからねあ、なんか洗濯物がビラ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 、かわいい、なにこれハチビーさんだ、なんか今かわいい、ありがとう、すごい。そうだよ、なんかさ、雨の中、なんか雨の中なんかいいよね、なんかそんな急ぎのものじゃないならさ、なんか雨の中さ、運ばないで、なんか休んでってくださいって思わない？ま、もうどうしても急ぎのものだったらさ、まあ仕方ないけど、別にそんな急いでないものだったらさ、なんかもう今日雨なんだからもう休んでくださいお家でみたいなさ気持ちになるよね。この間とかすごい雨だったからさ、そんな中でも働いてる人は働いてたのかな、その運送業者の方とか。あ、もんちゃんお花いっぱい、なんか花束ありがとう、かわいい。なすなすさん、ラブレター、ラブありがとう。あさって大雨、そうなの、知らんかった。でもね、今回のグッズはね、私的にかなりね、今までの中でもね、お気に入り自分の中でお気に入りグッズかも、もうね、一番お気に入りかも。私今までのニアジョイのグッズ全部もちろん好きだけどさ、めっちゃ好きかも今回の。だって可愛いんだもんいやなんか自分で言うの変かも。だってさ、ガビンって可愛いんだもん、ガビンのさ衣装可愛いんだもんみんな可愛い、みんな可愛いんだよ。紫大好きだから、ガビン青い最高に最高です。え、いいよね紫。私あんま紫ってなんか着たことなかったけどね、めっちゃ可愛いんだよ、ガビンの紫。え、アクキーいいよね、可愛いんだよ本当に。え、缶バッジもさ、なんかね、
あの星があって、なんか星にガビンってローマ字で書いてあるんだよ。かわいい、かわいいんだよ本当に。ガビンアクスタ絶対当てるね。え、アクスタもランダムなの？え、アクスタランダムなの？え、缶バッジだけじゃないの？缶バッジはランダムでしょ？アクスタランダムなの？嘘でしょ？え、本当に言ってる？あ、もんちゃん雨ありがとう。キラキラ。アクスタランダムな。え、顔なんか、え、マジで？やば。そうなんだ。やば。やばすぎる。へえ。今日笑っちゃう。笑うしかない。そうなんだ。それはあれだね。それは何とも言えない。でも本当にさ、あれだわ、頑張ってお迎えします。嬉しい。そうそう、本当あのグッズは私的にもすごい可愛くてお気に入り、めっちゃ好きなグッズだから、よかったらガビーン青さんをお迎えしてください。いろいろ情報出てて追いつけてない。グッズの詳細も出たんだ。それな、私もなんかあんまはなんか把握できてないことあるかも。だってアクスタランダムなこと知らなかった。あ、また洗濯物来た。この洗濯物かわいい。あ、エミューさんだ。ありがとう、洗濯物かわいい。多分なんか今何の情報が出てるっけ。ね、あのなんか渋谷のなんとかにあの映像をなんか出していただいてるみたいなやつと、お見送り会の情報も出たし、まあ、グッズも出てる。そんぐらいかな。あ、やっぱ左目なんかね、なんかあるね、絶対に左目がなんか痛いね。お見送り会青さんいないんだが、あれれ、嘘、そんな、ガビーン、ガビーン。あ、ゆうかちゃんもハートありがとう。今何時だ。8時35分。もうくまたんって本当に可愛いな。おお、ワヌさん、おお、ハートいっぱい。ありがとう、ハート。Thank you。くまたん、かわいい。くまー、一列目引き当てたので、たくさんおいちゃん焼き付けも。え、ね、ほんとに一列目とかさ、なんかさ、なんかさ、どうしよう、なんか、汗とか飛んでいったらごめんなさい。汗が飛んでいっても、嫌いにならないで。でもしょうがないよね、私だってさ人間なんだからさ、一応というかめっちゃ汗かくし仕方ないよね。嫌いになりません。よかった。こんにちは、あおたんだって。かわいい。何それ。
こんにちは、おたん。え、もっとリアルなことを言うと、なんかなんかなんだろう、アホ毛とか見えちゃうの恥ずかしいんだ。なんか今さ、こうなんとなくこうショールームの画質的にさ、ここら辺のアホ毛とか見えないじゃん。でも1列目とかだったらさ、ここら辺がなんかさ動いて、ここら辺からなんかモシャモシャ髪の毛出てきて、三つ編みとかもさ、これよく見たらこう短い毛がさファサファサ出てくんのよ。もうこれとかもやー恥ずかしいな。あおたん実在するの？バリバリ実在するよ。めちゃめちゃ実在するよ。めっちゃ普通に毎日生きてます。なんとか生きてる。なんとか生きてるよ。くーま。そういえばキュアバタフライの回めっちゃ感動した。それなみんなプリキュア見てるのかな。私は毎週の生きがい、毎週の生きてる理由だけど、あと私ね、鬼滅ももうね、マジで毎週楽しみに生きてる。生存してるよ。私はね、あ、この間マジでね最高だったの。あの鬼滅怖いよ。怖くないよ。毎週リアタイしてるよ。本当？え、私ね、プリキュアはね最近ね、ちょっとねリアタイできない日が多くて、もうここ2週間ぐらいちょっとリアタイできなかったんだけど、鬼滅はね毎回リアタイしてる。え、無一郎マジでね。え、あって、この間が口喧嘩の回とか言っちゃった。ぎょっこと無一郎がめっちゃ口喧嘩してた。それをね、お風呂で湯船に浸かりながら見てね、最高だった。一日の終わりに見る鬼滅。おお、ワンダさんまたハートありがとう、ありがとうっす。あ、先輩だ、タワー。え、かわいい、ありがとう。あ、かわいい。これさ、私の目が悪くてさよく見えないんだけどさ、このクマがさ乗ってるのは何？スイカ？これスイカですか？これささっきさ虹の反対向きのやつなのかスイカなのか分かんなくて。先輩、今度スイカ早食い対決しようね。私は勝つ自信がある。待って、これスイカじゃなかったらどうしよう。スイカじゃないのかな。あ、虹なんだ、すいません。いや、スイカとか言っちゃった。スイカ食べたい、ありがとう、かわいい。あ、ワンデさんまたハートありがとう。あ、虹なんだ。え、なんで虹わざわざ反対にしてるの。虹っていうのはこういう向きでかかるものじゃないの。反対向きでかかるもんなの。お見送り会、葵ちゃんに見送ってもらえる。放課後に行くから制服だけど、嬉しい。制服かわいい。
制服いいよね。制服ってさ、なんかいいよね。私さ、なんかセーラー服着たい。紺色のなんか全部紺色のセーラー服着たいな。わかる？なんかさ、長袖で ここまで紺色のさ、なんていうの、なんか ここだけが紺色のセーラー服ってよくあるけど、なんか全部紺色のセーラー服って可愛くない？丸いのもあるから反対もあるのかも。そうなんだ。へえ、虹って丸もあるの？くしゃみ出そう、出ないけど。最近くしゃみが出そうで出ないっていう、本当にね、本当に悲しいことが多いんだよ。本当にね、これね、モヤモヤするからさ、やめてほしいね。くしゃみがさ、出るならさっさと出てほしいし、もう出ないならさ、出ないってしてくれって思わない？そんなことをね、自分に言っても仕方ないんだけども。制服着るともうコスプレになっちゃう年だよ。え、そんなね、着たいと思ったら着たらいいんだよ。誰に迷惑になってるわけでもないんだし。だって制服って可愛いもん。可愛いんだよ。あおさん賢そうすぎて本当に尊敬する。どこが1ミリも賢そうに見えるポイントなくないですか？賢そうに見えるポイントないよ、本当どこにも。くまたんってさ、頭柔らかいからさ、ほらこうしてさ、こうするとこう顔が横長になるし、こうするとね、顔が縦長になっちゃうんだよね。おお、痛い、クマ、うわー、やめて、クマ。ほら縦長になっちゃった。あー、ごめんね。うー、ひどい、クマ。あおさん、ひどい、クマ。かわいい。ニヤジョイの柱、本当私柱になったら名前あれがいい、クマ柱がいいな。クマ柱になる。それでね、伊之助と一緒に上限を倒すんだ。伊之助大好き。あ、もんちゃん、アジサイありがとう、バイ。クマタンの呼吸いいね。あ、クマの呼吸。音もさせてください。おた柱、いや、おた柱じゃなくてさ、私のかすがいガラスになって、私のかすがいガラスになってさ、一緒に任務に行こう。マジで私は本当に早くドーマ戦を見たいんだ。伊之助、伊之助いいやつ、マジでいいやつ。でもさ、最近鬼滅がさ、こうなんていうの、戦って休んで戦って休んでみたいな感じでさ、こう結構シリアスな展開が続いてるからかさ、なんか我が家での鬼滅ブームがちょっとね、なんか落ち着いてきちゃって、まあみんな見てるんだけど、なんかね、盛り上がる、なんか一人、私一人でなんかすごい盛り上がってんだよね。ちょっと恥ずかしいんだよね。あ、ね、私今そこにね置いてあるんだけどね、
なんか父がなんだ信玄餅なんかね猪之助のこういうなんか袋に入ってなんか信玄餅をねなんか買ってきてくれてね、美味しかった、食べたよ。いや信玄餅はめっちゃ普通の信玄餅だったけど美味しかった。その袋をねもらった、私が受け取って。信玄餅大好き、美味しい、それな、美味しいんだよね、美味しいんだよ本当に。でも私なんかそういうなんかお土産系でめっちゃ好きなのは通りもんがめっちゃ好き。通りもんって激ヤバじゃない？美味しすぎでしょ。あんな美味しい美味しいものこの世に存在していいのって思わない？本当に美味しいんだけど。え、通りもんなんか博多の博多通りもんみたいな、福岡のお土産。あと私福岡のお土産だと通りもんも好きなんだけど、なんかねなんかめんべいみたいな、なんか明太子のさおせんべいあるよね、なんかこんぐらいのさめんべいだっけ、なんかあるよね、あれやばすぎる、あれおいしい、あれおいしすぎる。福岡行ったことあるよ、2回ぐらい行ったことある気がする。結構ね去年とかに行った気がする。それそれ、めんべい無限に食べれるよね。そうなの、あれはさ美味しすぎてさ、ほんとさなんかなんだろう、ある限り食べられる、本当に美味しいんだよ、マジで美味しい。福岡行きたい。やっぱさこの世にはさ美味しいものって溢れてるからさ、ほんと私はね命が尽きるまでにねいろんなところに旅に行ってね、そのところのその土地の美味しいものを食べるあれなんだっけ、なんか釜飯ってどこだ、釜飯ってどこでしたっけ。私待って、どこで釜飯は覚えてるのにどこだか忘れちゃったな。福岡行ったことないから入社ツアーが開催されたらそれを初福岡にする。本当にねライブいろんなとこでさあやりたい、てかライブやりたい。なんか私入場行って最後にライブしたのいつ、ちょっとわかんない、覚えてないけど、なんかねライブがないとちょっとなんか生きてる感じがしなくなっちゃう、なんか生きてる感じがしなくなっちゃうとか言うとなんか病んでるって思われちゃうかも、大丈夫、私はねなんとか毎日生きてるよ。なんか釜飯なんかいっぱい来て、奈良、長野、群馬、横川、峠の釜飯ってなんだ。とにかくねどっかに旅行に行った時になんか釜飯を食べて、それが美味しすぎてねびっくりしちゃったんだよね。それをねあれはもうね本当ねあれだね、命が尽きてしまう、その前にもう一度食べたい。ライブしてるあおちゃん見に来た、本当にライブしたい。なんかさわかる、なんかいや私あんまりなんか
わかんない、なんかアイドルとお仕事って何があるんだろう。でもとにかくなんかね、写真撮られる系のやつがあんま好きじゃなくて、なんか写真撮られんのね、なんか好きじゃない。なんかなんかさ、撮影グッズ撮影とかそういうのもさ、写真撮られるのね、なんかね苦手でね。でもさ、もうなんかライブってさ、もうその時だけじゃん、もうなんかその時一瞬のものだからさ、なんかもうどんな顔しててもさ、もうなんだろう、どこにも残んないし、まあ配信とかあったら残るけど、まあそれはまあもういいんだけど、どうでもいいんだけど、なんかその時来てくれた人の記憶にだけしか残んないから、なんかもうどんなに汗でぐしゃぐしゃでも、どんなになんか前髪、私前髪あんま崩れないんだけど、なんかどんなにもう汗でぐしゃぐしゃでやばい顔してても、その時の楽しいっていう気持ちだけでなんか全てが吹っ飛ぶから、マジで、あ、私今生きてるわってね思えるからね、やっぱライブが一番好き。そう、残る写真と違ってその瞬間を楽しむ感じだもんね。そうそうなんだよ、その時しかないからさ、その時そのリアルタイムで私がいて、見に来てくれる人がいてってなってるからさ、え、ほんとそうだよね、それなんですよ本当にね。うー、でも舞台もさ、なんかライブの2部パーライブパートあるし、まあこれからね、これからいろんなところでライブができるように頑張ります。が噛んじゃった。頑張ります、噛まないで言う、頑張ります。あもちゃんキラキラありがとう。イコノイジョイでみんなでぐしゃぐしゃになろうね。楽しみ、どんな感じなんだろう、今年のイコノイジョイどんな感じになるんだろう。え、まださ、イコノイジョイに関してはそんな全然あんま何も始まってなくて、今もうニアジョイはね、みんな舞台に集中って感じでみんな頑張ってんだけど、もう舞台が終わったらすぐイコノイジョイのことが始まっちゃうからね、どんな感じになるんだろう。でもさ、まあ、夜もいいし、なんか昼も楽しみ。私ね、何回言うんだって感じだけどね、夏が好きなんだよ。夏が好きだから、夏になんか、まあ、焼けるのは嫌だけど、あの外のさ、野外の大きいステージでめっちゃ暑い中ライブするって思ったらガチで楽しみすぎる。でもね、焼けたくないんだよ本当に。私ね、なんか本当にね、頑張ってね、焼けないように頑張ってるの。なんか毎日なんか日に日になんか、ね、黒くなっていくんだよ、なんでだろう。私はもうこれ以上日焼けしたくない。どうしたらいいんだろう。もうなんか毎日さ、あのコナンの犯人みたいな格好をして生活したらいいのかな。もうそれしかないかも。だって黒って光をさ、こうあれでしょ、光、あれ黒はダメなんだっけ、あれ白、あれ白と黒どっちがいいんだっけ、あれ。でもまあコナンの犯人コーデでさ行けばね、焼けないかも。黒ダメなの？飲むタイプと塗るタイプ両方日焼け止め使おう。私飲むタイプの日焼け止めって気になってるんだけど、どっちもさ、どっちも、なんか
飲むタイプの日焼け止め使ったことない。なんか大丈夫かな、なんか胃に胃に穴とか開いちゃったらどうしよう。胃に穴が開いちゃってさ、そこからなんかこうなんかうおーどうしよう。ビタミン飲むと日焼けした日でも残らずに済むよ。そうなの？どういうの飲んだらいいんだろう。え、飲みたい。飲む。私キレートレモン大好きだから飲んでるよ。いや、キレートレモンマジで美味しすぎる。あのお風呂上がりにめっちゃ冷やしたキレートレモンを飲んだらもうね、最高。マジで最高。あ、ゆいちゃん I love you、 I love ゆいちゃん、ありがとう。クマ、ガビン出てる。なんか最近ね、メンバーみんなね、なんかね、なんかもうそのキャラにねなっちゃってる。なんか自分のキャラにね、なんかなってる。もうなんか日に日に日頃からねそれに寄ってきてる。私飲んでるけど毎日元気で本当。え、待って、どういうの飲んでるかさ、あの教えて。キレートレモンめっちゃ酸っぱくない？いや、それがいいんだよ。酸っぱいのがいいんだよ。キレートレモンは美味しい。私好きな飲み物ランキング1位が水で、あの2位がキレートレモン。葵ちゃん見るもん日曜の昼公演追加で撮ってお見送り会も楽しい。えー、嬉しい、やった。えー、うー、嬉しい、ありがとう。日曜って最終日だ、昼。えー、嬉しい、楽しみ。大丈夫かな、私なんか体力が心配だ。もうさ、めっちゃなんかムキムキになりたいんだよね。本当になんかムキムキになりたい。もうなんか筋肉ですみたいな感じのさ、なりたいんだよね。ほんとね、春日さんみたいな感じになりたいんだよね。私春日さん好きなんだよね。ああいう感じになりたいよね。あ、ゆいちゃんお花、花束ありがとう。やっぱ筋トレするしかないか。いや、なんかさ、見るだけで元気にならない？なんかかすがさんの画像をさ、なんか見るだけでなんか心が明るくならない？あのピンクのベストを見るだけでさ、なんか気持ちが明るくならない？そんなことない？なんかそういう人に憧れるんだよね。いや、もう多分私はさ、一生そうはなれないんだろうけど、私は結構こう太陽のように明るい人に憧れるからさ、こう見るだけで元気になるなんて本当すごいことだよ。でも私はさ、こう
実際アイドルになってみて思ったけどさ、こうね、太陽のようにキラキラしているアイドルに憧れてオーディションを受けて合格をいただいたはいいものの、絶対に絶対に自分はそういうタイプの人間じゃないことにね気づかされた。マジで私は影だからさ、なんか影なんて言うんだろう、なんか本当にね、葵ちゃんの笑顔に救われた、本当ありがとう。そうだからさ、なんかこうなりたいみたいなさ、理想とさ、なんか自分が違いすぎてね、ショックを受ける日々なんだけど、でもね、もう諦めたっていうか、もうね、なんか割り切った。だって私はさ、私が憧れてるようなさアイドルにはなれないっていうか、もうなんかあれだね、魂から違うからさ、そういうんじゃないんだと思って。でもさ、別にだからといってさ、なんかそんなでもさ、私のことを好きでいってくれる人もいるからさ、なんか別にいっかと思って、私は別にそんな、そんな、なんか明るいですみたいなさ感じにならなくて、無理にそうしようとしなくていいかって思ってね、私はそういう人に元気をもらう側の人間だからね。葵ちゃんの笑顔で歌ってる姿にいつも元気もらってる、本当ありがとう私にとっての春日葵さん、え、嬉しい、本当、それめっちゃ嬉しいんだけど、本当、いや私本当にね、なんかああいう方に憧れるよ本当。いやでもね、それは思うんだよね、私さ、普通に生きてたらさ、本当に何だろうね、多分関わる人も少ないだろうし、私あんま人と関わるの疲れちゃうからさ、なんかなんだろうね、隅っこの方で生きてたと思うんだけどこうしてなんだろう、活動してるといろんな人に会えて面白いなって思う。くまあ、私読んでないのあるかも、ごめんね、あやたん結婚して、え本当に言ってるのか、本気で言ってんのかありがとう、無理はしないでください、え全然、私はね心のままに生きております、心のままに生きています、全然無理してないよ、ありがとうす、ありがとうすっていいよね、いやなんか私が勝手に生み出しちゃった言葉だから本当良くないかもしれない、クマかわいいクマ、今日もかわいいクマ、今日もかわいいクマ、もんちゃん雨ありがとう、キラキラありがとう、あわなさんアジサイ、おおいっぱいありがとう、かわいい、でも大丈夫、私はね
マジでね、なんだろう、そう思ってね、私はもしかしたらアイドルとか向いてないのかもしれないとかね、思ったこともあるけどね、いや私はね今ねアイドルをね頑張るぞっていう気持ちでねいっぱいだ。なぜかというとね、私この間も言ったけどね、本当にね工藤美香さんが好きなんだよね。わかるこの気持ち。工藤美香さんが好き。いやあのレベルにねなるまではね自分に納得できないから、ああいうレベルにねなるまではねちょっと私は自分に納得できないので。くまたんかわいい、よしよし。あれ言ったよね、私あれ、私は工藤美香さんが好きなんですみたいな話したよね、したよね確か。あ、ゆいちゃん結婚して。本当に言ってるんですか、ありがとう。もうね話すことがなくなってきちゃった。私はね本来あんま喋る口数あんま多くないから。またお話し会で語るのが楽しみ。それだ。ってかなんか最近さ舞台のお稽古があるからかなんかお話し会がその時間ない。あ、みんなあれなんだ、ツイートしないでいてくれてるの。よかった、よかった、ありがとう。くまもう話すことがなくなってきた、もうダメだ。自分の会話能力のなさにショックを受ける。お話し会初めてで緊張する。何にも緊張することないよ、何も考えずに来て大丈夫。嬉しい、来てくれるの嬉しい。無言で1時間くらい本当。でもなんかあれだ、途中で切られそうじゃない、無言だったら1時間ぐらい、わかんないけど。6月27日です。私も楽しみ。最近なんか買いましたか。え、何買ったかな。でもね最近私本当に節約してんだよ。節約してて本当に5月にすっごいお金使いまくっちゃって本当に良くないから、あー我慢しようと思ってめっちゃ節約してんだよ。あ、でもそんなしてないかも。なんかさそういうことない、なんかしてるつもりでもさしてないことってあるよね。例えばさこうご飯なんか最近食べ過ぎてるから控えようみたいに思ってさ、最近控えてるからとか思うけど、なんかあでもちょっと昨日実はなんかちょっとお菓子食べた、一昨日もなんか結局なんか食べたみたいな。節約術聞きたい、絶対私に聞かない方がいいよ。私はね浪費のプロフェッショナルだから。節約してるはずなのに毎回クレカの支払いで汗かいてる。それな、なんか自分の記憶にない額をさ想像してる3倍ぐらいの額がさなくなってるよね。
気づいたらだけど確認したらちゃんと自分でね払ったお金なんだよね。めっちゃ不思議、なんでだろうね、なんでなんだろう、どうしてだと思う、どうしてお金はなくなっちゃうんだと思う。何にこんなお金を使っちゃったんだろう。ね、でもまずさ、お洋服はまあ仕方ないじゃん。洋服はまあ仕方ないからさ、別にいいじゃん。洋服はね、洋服は仕方ないじゃん。洋服のお金は別にいいんだよ、もうそれで。あとなんだろうね。あ、でも5月はね、なんかね、漫画に課金しちゃったんだよね。漫画に課金しちゃって、それでだ、多分。でもさ、いろんなことの積み重ねなんだよ結局は。漫画とあとなんだろう、多分ちょっとずつのね。アリスちゃんとか節約極めてそう、わからないけど、え、そんなことないと思う。そんなことないって言ったら失礼か、え、そ、失礼、わかんないけど、でもアリスそんな節約ってイメージないと思う。でも別に浪費してるわけじゃないけど、好きなものをなんか程よく買ってると思う。節約、え、前とかめっちゃって浪費とか言ったら失礼、前に怒られる。でも前は本当に何でもかんでも買ってはあ残高やばいって言ってる、残高やばいって言うくせに何でもかんでも買うよ。本当良くない、私より良くないよ。まあ、あかねちゃん結婚して、本当に言ってんの、本気なら検討しておきます。え、漫画ね、漫画はなんか漫画アプリで使っちゃうよね、仕方ないよね。私はね、最近課金して面白かったのはウイコンって知ってる、マジで面白いから。でもまだ連載中だから途中までしか見えてないんだけど、アプリに載ってる分はもうね全部見た。全部買ってみちゃった、本当面白い。少女漫画最高。メンバーだと誰か節約上手な人いる？節約上手なのか分かんないけど、なんかあゆみとかは結構ああ見えて堅実に生きてると思う。ああ見えてとか言ったら失礼か。あゆみちゃん契約そう、完全にイメージだけど、え、愛ちゃんはそうだと思う。愛ちゃんはちゃんと計画性を持ってお金を使うと思うよ。舞台のグッズ発表されたら配布の紐緩みそう。グッズってほんとね、よくいいんだけど、お財布によくないよね。でもさ、舞台のグッズがさ可愛いんだよ、本当に可愛いんだよ。あ、お城坊さんちゃん、浪費はしませんよ僕。これ浪費、あ、浪費とか言ったら良くないよね、私のためにせっかくタワーを投げてくれたのに。いいのかな、大丈夫、ありがとうお城、ありがとう。
浪費には気をつけて。で、私は坊さんのなんか毎日のがんゆっくり頑張ってね、ゆっくりねってなんか言ってくれるのに生かされているみたいなところはあります。ありがとう。ありがとうね。浪費はしないで。ウイコンってそう、はじ初初めての初っていう字になんかかけるってこうみたいな、めっちゃねツイッターに広告が出てくる気がする。ウイコンのなんか広告めっちゃツイッターに出てくる。でもあれはね本当読み進めれば読み進めるほどね面白いからね、マジで。なんなら私の課金したからさ、もう一生読めるのよ。課金したからもう永久的にね読めるの。それをみんなに見せてあげたい。こちらこそありがとう。くーまくーま、コンくんイケメンと思ってまだ見てないから今度見てみる。コンくんはいいよ。でも私は最近読んで好きだったのは、最近そうやっとこの間も言ったんだけど、あの山田くんとレベルなんだっけ、レベル999の恋をするみたいな、なんかねアニメがさ今始まってて、でそれ漫画の連載中からずっと友達にこれは面白いから本当に見てってね、何回もね何回も言われてたのにね、最近ついに見たんだ。そしたらめっちゃ面白かった。面白かったから課金して漫画全部読んだ。いやまだ連載中だから、連載中だからその途中まで最新話までだけど課金して全部読んじゃった。めっちゃ面白い、マジで面白いよ。わ、あかねちゃんペンライトありがとう。でも私がね一番好きな少女漫画はね、あのあれかな、先生君主がめっちゃ好き。先生君主はね初めてね、あの全巻ね漫画買ったんだ。初めて面白すぎて全巻コミックスで漫画買って今ねそこにあるよ。マジで面白い。恋愛ものはなかなか見なくなってしまったな。でもさ、わかる、なんか見る見ないあるよね。私もドラマとか全然見ないもん。ドラマなんかドラマの流行りとかあるじゃん。なんか友達にさ、なんかマジで今このドラマが面白いから見てって言われてもさ、なんかほんと最低なんだけど、見るねって言って見ない、絶対に。だってその場でさ、いや見ないとはさちょっと言いづらいからさ、見るねって言ってちょっとね見ないかな。もう一度名前いい、先生君主。でも先生君主はなんかそのなんだ、ひろみつ先生っていう先生がいて、その生徒のなんかサマルあゆはちゃんっていう、なんかサマルンっていうんだけど、サマルンっていう女の子がいるんだけど、なんかこう先生が好きっていうより、あのサマルンがめっちゃ好き。サマルンがめっちゃいい可愛い女の子すぎてなんかね愛くるしいんだよね。私もドラマね見続けられたことないんだよ。だからそう、あのこのマジでね、なんか一生おすすめしてるんだけど、私はね死にたい夜に限ってしかねドラマはね見れたことない。死にたい夜に限ってしか好きじゃない。好き、そんなことはない。これからの人生で面白いドラマに出会うかもしれないからね。
死にたい夜に限ってだけは全部見れたけど、全部面白くて一気に見たけど、他のドラマを楽しくて見たことがない。王様に捧ぐ薬指マジでいいです。へえ、見てみるね見てみるね。全然多分見ないかも見ないかも。見てみるね分かんないよ、見るかもしれない見るかもしれないよ。そんな決めつけないでもらっていいですか可能性はあるよ。あ、あかねちゃんハートありがとう。30分ドラマがちょうどよくて好き。あ、わかる。私もさ、なんかあれなんだろうね、多分ね、私ね、プリキュアで育ったからだと思うんだけど、プリキュアが大好きで、プリキュアで育ったので、そういう毎週見る系は30分じゃないと見れないし、映画も1時間ちょっとぐらいのやつじゃないと見れない。プリキュアの映画ってちっちゃい子がこう、なんだろう、長い時間見るのってさ難しいじゃん。だからちっちゃい子が最後まで楽しんで見れるように1時間ちょっとぐらいの時間なんだよ。マサさん、洗濯物これかわいい、ありがとう。洗濯物なおた結婚して本気言ってんの、20年後も同じこと言えますかありがとう。え、プリキュア大好き、プリキュア愛してる。だから映画もさ、なんかさ、そう、私ネットフリックスでさ、その解約なんかするにもなんかまだ日付あるしって思いながら解約を忘れるのをもうね4ヶ月ぐらいやってんだけど、それを4ヶ月ぐらい繰り返してるんだけど、なんかね、映画をさ見ようって思うの、見ようって思ったらなんか長くて2時間以上あるからさ、大体どの映画ももうね見れない、そんなに、そんなに見れないよ。あ、もんちゃんハートありがとう。ね、アニメの30分ってめっちゃちょうどいいよね。でも私この間ね、ネットフリックスでね映画1本ね見たこれね、映画好きな人にとっては映画を1本見るってもう何の、普通の当たり前のことかもしれないけど、私にとってはねびっくりなこと。あ、ふみちゃんありがとう、ハート。コロさん、お、花束ありがとう。予定少ない休みの日にまとめてみる。へえ、えらい。そうだから私ネットフリックスにさ入り続けてるからさ、なんかネットフリックスで見れる面白いものがあったら教えてください。一応今は
推しの子さ、なんか推しの子めっちゃなんかニアジョイ、ニアジョイ内でさ大ブームなんだよね。みんななんか推しの子見てる。だからなんとなく私もね見てるんだけど、面白いよね。あとはさ、鬼滅はもう何回でも見たいからさ、鬼滅を電車の中とかで見る。あとそう、山田くんのアニメを見る。で、推しの子この間あれだった、お休みだった。ネットフリーオリジナルドラマの、あ、これなんか知ってる、あの女の子が入れ替わっちゃうみたいなやつでしょ。なん宇宙、宇宙をかけるよだか、これさ別間だよね多分。原作別間でしょ。 別冊マーガレットじゃない、気のせい。私別冊マーガレット、私ね青春だよ。私の別間、別間を前なんか毎月毎月買ってたからさ。そう、別間でね先生君主に出会ったんだよ。先生君主面白すぎる。私が買ってた頃はねまだ君に届けが連載中だったの。そうだよね、別間原作だよね。足がかゆい、足がかゆいよ。見てみよう。くまくまくま、もう話すことがない、もうダメだ。少年ジャンプ系は読まない？読まないかも。私もね鬼滅ね、弟が読んでなかったら絶対読んでなかったと思う。弟が鬼滅好きだから、鬼滅好きでさ全巻買ったのよ弟が。それでなんかすごい面白い面白いってさ騒いでたからさ、なんとなく読んだらマジで面白かった。伊之助大好き、伊之助しか勝たん。でもさ私の友達がさ、なんか意外と私の友達、なんか私ねほんと友達少ないとか言ったらよくないんだけど、よくないんだけどさ、本当に仲良くしてくれてるさ数人の子がさ、私が知らないだけでさ、なんか実はねなんかみんなね少年漫画好きだったんだよね。最近知ったんだよね。なんかもうね幼稚園ぐらいから仲良くしてる幼馴染の女の子がいるんだけど、その子にさなんかスラムダンクの映画やってた時になんか家族にさ連れられて、私もさスラムダンクの映画をなぜかさ見に行ったんだよね。そう見に行ったの、スラムダンクの映画。そしたらさなんだっけ、なんか突拍子もない感じの子、なんて言うんだっけ、花道くんみたいな、なんかそんなような名前の人いるよね。なんかちょっと猪之助みたいじゃないあの人。なんかそれその人めっちゃそう花道、その花道くんめっちゃなんか猪之助系めっちゃいいと思って、花道くん最高と思っちゃって、その友達にさ、私この間初めてスラムダンクっていう映画、なんか映画をね見に行ったんだけどめっちゃ面白かったんだよ、花道くんっていう人がさみたいなさってさその子に言ったらさ、いや私スラムダンク全巻持ってるし
前回読んでるからそんなの知らなかった。何年一緒にいると思ってんの、何年も一緒にいるのに知らなかった、そんなこと。ひどいよ。そう、しかも花桜木花道って主人公だよって言われて、知らないよ知らないよそんなこと。びっくり、なんで教えてくれなかったのそんなの知らなかった。なんか学校の友達もさ、なんかすごいワンピース好きで、ワンピースめっちゃ大好きでさ、その友達がなんか言われるんだけどね、なんかよくわかんないでもさ、読んだら多分面白いんだと思う。だけどさ、長いじゃん、すごい。なんかさ、始まったばっかの話なら、例えば推しの子とかもさ、まだ始まったばっかだからさ、すぐ追いつけるけどさ、ワンピースとかめちゃ長いじゃん。今からさ追いつけないよそんなの。ブリーチ読みましょう。それレノンがめっちゃ好きだった気がする。あ、違ったかな、なんか違う漫画だった気もする。でもなんかレノンはなんかいろいろ読んでるからな。レノンは本当になんかいろいろ漫画もアニメもいろいろ知ってる。あ、もちゃん、だるまさんありがとう。ハチビーさんもラブレターありがとう。もちゃん、流れ星ありがとう。どこまでなんだっけ。あ、ざわちゃん雨ありがとう。ざわちゃんかわいいもん、ありがとう。でもね、私はねアニメも見たいんだけど、やっぱね映画をね、映画を2時間ある映画をちゃんと最初から最後まで見れる人間になりたい。最初から最後までちゃんと映画に集中して見れる人間になりたい。どうして2時間画面を見続けていることができないんだろう。なんか左目にゴミが入ってる気がするな。うわ、映画館で見たら最後まで見れる。私映画館最近行ってないかも。映画最後に映画見たのいつだろう。で、聞いてほしい、なんか家族でコナン見に行くっていう話だったのに、なんか弟と父がなんか勝手に見に行って私まだ見てない。楽しみにしてたのに。まだやってんのかなコナン。あれ、あとなんか見たいやつあったんだけど、あと推しぶどうの映画も見たいと思ってたのに行けてないし、コナン一緒に見に行こうか。行こう、本当にマジで。コナン見たいコナン3回いいな。星ぶどう見に行きたいんだよ本当に。
おしぶどうめっちゃ泣いた。本当？え、待って、本当に見に行きたい。そうそう、ネットフリックス、おしぶどうもね、ネットフリックスで私ね一気見したんだよ。だからね、やっぱアニメなら見れるのかも。面白かった？いいな。でもさ、あれだから今年のさ、冬は冬じゃない、秋だっけ、あの今年は、とにかく今年はさ、あのなんて言ってもね、プリキュアのオールスターズがあるからさ、マジでそれは見に行くから、本当に本当に何があっても見に行くから。もうね、台風が来ようとね、あの雷が落ちて来ようとね、見に行くから、本当に本当に見に行くから。楽しみ。この間の鬼滅のなんか、みつりちゃんがめっちゃプリキュアみたいだった。かわいい。カバトン、カバトン、カバトンいいよね。でも私プリキュアの敵で、あの一番好きなのは、あのデパプリの、あの、あ、待って、好きなの名前忘れちゃった。あのさ、あのロボットの子だよ。ロボットのなんか、おいどんはなんとかでごわすおいどん、おいどんはなんとかでごわすっていう喋り方のさ、あのなんだっけ、スピリットルじゃなくて、スピリットル違う、あ、スピリットルでいいのか、スピリットル、スピリットルかな。あの子かわいい、あの子かわいすぎる。やっぱプリキュアはいいよね。プリキュア見に行きたい。クマクマ、もう何を話せばいいか分かんなくなっちゃった。そう、緑の、もう何を話すべきか分かんなくなっちゃった。あ、もんちゃん流れ星ありがとう。ちょっと2曲ぐらいしか多分歌えないと思うけど、カラオケ、カラオケして時間を潰そう。それでも良いでしょうかすいません、私のあの2時間話し続けるという能力のなさにより。あ、もんちゃん流れ星いっぱい、ありがとう、ありがとう。え、でもあれかも、そんな即席カラオケなんでうまくないかもしれない。あれ、なんかイヤホンがすごいぐちゃぐちゃだ。何歌う？何でもいいよ、私が歌える歌なら、歌えるやつなら何でもいいよ。わあ、こんにちは、おはようございます。何でもいいよ、なんかリクエストあったらお願いします。ルンルルン、ルンルルン、手をつないで帰ろうか、ハルジオン、太陽ノック、ギンガムチェック、なんでも、
あのね、あれだわ、イコノイジョイか坂道さんか48さん。うう、眠くなってきちゃった、足がかゆい。2曲ぐらいいけるかな、2曲いける、2曲いこう。あおさん、今日は何系が歌いたい？え、優しい。何系でも、何系、なんだろう、やばい、優柔不断が出ちゃってる。優柔不断だ、よくない、よくないよ。ライオン、何度目の青空か、エブリデイカチューシャ。なんか何度目の青空か、もう一個あったな、歌えるかな、どういう曲だっけ。タタタチタチタタタタタタ、できる可能性、自由はここ。あ、わかる、いけるよ、いけます、私、何度目の青空か、いけます、多分多分いけます。なななななな、あれ、何度目のな、あった、多分いけます。いけなかったらごめんなさい。それではお願いします。流れ落ちてるようで、風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも出しっぱなしの他があるよ。このままじゃいけないとそう気づいていたのに、見ないふりをしていたんだ。膨大な時間と、なんだってできる可能性、そこにある。何度目の青空か、覚えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日、何か忘れてる。何度目の青空か、青春を見逃すな。夢中に生きていても、時に投げてみよう。今の自分を無駄にするな。え、2番なんかちょっと待って、え、待って、わかんない、与えられた、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、2番わかんない、ごめんなさい、ちょっと事故になる予感がしたので1番で終わり、ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ない、ごめんね、ありがとう、ごめん、ごめん、ごめんね、ありがとう。あと1曲、2曲、1曲、1曲、2曲ぐらい歌わせてください。サイマジョ、
インフルエンサークマクマクマ君の名は希望があるズルル難しい。なんかやばい、私の優柔不断が出てる。本当に良くない。葵ちゃんって坂道は通ってきてるの？はい。めっちゃ元気よく返事しちゃった。はい、私は乃木坂さんを知ってアイドルさんを好きになりました。乃木坂さんが、私はミュージックステーションにで裸足でサマーを見て斉藤飛鳥さんの可愛さに衝撃を受け、こんなに可愛い人間がこの世にいるのですかと思って、そこからアイドルさんを好きになりました。面接みたい。大リリ、大声ダイヤモンド、夏っぽいのね。夏っぽいのいいよね。いて、なんか足がぐにょってなっちゃった。肌様この間歌ったんだよね。でも肌様好きだから歌っちゃおう。この間歌ったけど、肌様愛してる。あれ、はあ、はあ、はあ、あった、肌様大好き。乃木坂さんの夏曲っていいよね。じゃあ行きます、お願いします。めっちゃヘイって言ってる。違うんだ、誰も気づいていないけど、日差しの強さだとか花の色の鮮やかさとか、何度も季節は巡ってどこかに忘れていたもの、誰かを好きになる切ない口を You know オレンジのノーシープワンピースサイド、僕で太陽が似合うのは君だ。ルイボスティーを飲みながら、なぜ一人微笑むの、テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。裸足になってどうするつもり、そのままどこかへ歩いて行くの、ねえ何をしたいんだ。行動が予測できないよ、人の目気にせずに気まぐれで、そう君にいつも振り回されて、呆れたり疲れたり、それでも君に恋をしてる。いつも大勢いるよ、男友達その中の一人が僕だ。悔しいけどしょうがない、告白もしてないし、今の距離感心地いい、普通で楽なんだ。それなら僕も裸足になって一緒にどこでも歩いて行くよ、なんだって付き合うさ、愛しさが背中を積んだ。自分の気持ちは隠したまま、君といると素直になれる、欲しいものは前にある、いつかはちゃんと話せるかな。
つと違うんだ。君は気づいていないけど、会っている回数も触れた指の引っ込め方も、何度も鏡を見ながら伏せも直してきたこと、苦しくなるくらい全てがぎこちない。I know 裸足になってどうするつもり、そのままどこかへ歩いてゆくのねえ、何をしたいんだ。行動が予測できないよ、人の目気にせずに気まぐれで、そう君にいつも振り回されて、呆れたり疲れたり、それでも君に恋をしてる。いい曲、いい曲。ちょ、残13分だ今。あと1曲やるにはちょっとリスクがちょっと、また今度カラオケします。マジで肌様好き、肌様の衣装が好き。私なんかあの肌様の衣装のなんか衣装の柄のファイルみたいなのがあって、その衣装の柄のファイルを1個しか持ってないのに、なんか好きすぎて使いまくってボロボロになっちゃって悲しいっていう思い出がある。もうボロボロになっちゃったんだけど、肌様のなんか衣装の柄のファイル、でも乃木坂さんのね夏曲だったらね、逃げ水もね好き、逃げ水もめっちゃ好きだし、あれも好き。夏だから Come on。 あ、すごいいっぱいギフト送ってくる。 ありがとう。ちょっとどうしよう。もんちゃん、コロさん、ぼうさん、なおたん、まことさん、はちびーさん、わぬさん、はちびーさん、あ、はちびーさん、おんぷいっぱい、ざわちゃん、はちびーさん、まささん、はちびーさん、はちびーさん、おーいっぱいありがとう、まささん、かじいさん、もんちゃん、ありがとう、ありがとう。今日はくまたん不在、いるよよよよ。あ、このひなさん欲しい。あ、ありがとう。くま、話すことがなくなっちゃった。くま、やっぱアイドルソングはいいよね。いや、私はね、本当アイドルさんの曲以外はさ、あんまなんか本当ね、聞く曲のジャンルが激狭だから、アイドルさんかなんか好きなシンガーソングライターの方の曲しか聞かないからね、本当。最近は何だろう、何だろう、
でも私がなんか前も言ったような気もするけど、アイドルソング史上激ヤバあまりにも好きすぎるアイドルソング、好きなアイドルさんの曲いっぱいあるけど、ちょっとこれは出会ってしまったっていう曲が、いぎなり東北さんさんの服を着て恋したい、服を着て恋したいか、服を着て恋したい、あれはめっちゃ好き。あとは群青の世界さん、群青の世界さんのあのブルーオーバーが大好き。ブルーオーバー神、ちょっとやばい、時間がやばいからちょっとランキングを読みます。やばし、13位ざわちゃんありがとう、ざわちゃんありがとう。そして12位がなおたんありがとう、なおたんありがとう。そして11位がしんちゃんありがとう、しんちゃんありがとう。そして10位がゆいちゃんありがとう、ゆいちゃんありがとう。そして9位がえみゅんさんありがとう、えみゅんさんありがとう。そして8位がわぬさんありがとう、わぬさんありがとう。そして7位がキョロさんありがとう、キョロさんありがとう。そして6位がもっちゃんありがとう、もっちゃんありがとう。そして5位がまささんありがとう、まささんありがとう。そして4位がハチビーさんありがとう、ハチビーさんありがとう。そして3位が先輩ありがとう、先輩ありがとう。そして2位がボーさんありがとう、ボーさんありがとう。そして1位がドゥルルルルルドン、梅太郎さんです。ありがとう梅太郎さん、ありがとう、ありがとうね。時間がもうやばい、おやすみなさい、ありがとうございました、バイバイキン、バイバイ。あ、これ多分ね切らないと切れないんだ。